福島県道75号福島あずま裏バンダイ線は福島市本町から北塩原村の裏バンダイをつなぐ県道である福島市からあずま山を越え裏バンダイ地域に至る路線でありかつては一部区間がバンダイあずま道路第二バンダイあずま道路という有料道路であったがどちらも2013年に無料開放された福島市 本町の東陸まり共交差点を起点とし、東陸橋で JR 東北本線の線路を渡り、福島駅、西口駅前を通り東山へと向かい精進する。福島駅前の東西をつなぐ幹線道路として、また、福島市西部地区の住宅街と福島市街地をつなぐ幹線道路として、重要な道路となっている。市内あ地区に入ると、フルーツラインと同様に、 戦場地に、果樹園が多く立ち並ぶ。その後剣道は、東山の山肌をつづら折りを繰り返しながら、駆け上がり高湯温泉、そして浄土平溶するバンダイ、万代東スカイラインの区間へと至る。土湯峠からは、国道115号旧道区間であり、横向き温泉や、美濃はスキー場を経て、国道115号土湯道路に至り、稲わしろ町、高森まで、重複区間となる。 高森で国道から分岐すると、バンダイ・アズマ・レイクライン区間となり、中津川渓谷など豊かな原生林の風景を抜けながら、裏バンダイ地域の国道459号へと至る。バンダイ・アズマスカイラインからバンダイ・アズマ・レイクラインにかけての区間は、国内有数の山岳観光道路として人気が高い。起点から、福島駅、西口入口までは片側2から3車線。 その他の区間は片側1車線で共用されている。秋元湖北側湖畔から小野川湖を結んでいるバンダイ・アズマレイクライン区間は曲がりくねったワインディングロードで道幅はそれほど広くはないが半径が小さいカーブは少なめで走りやすい。冬季閉鎖される区間があり、11月下旬から4月下旬までの期間は通行止めとなる。福島県合図地方の裏バンダイに位置するの秋、 元子と小野川湖や、その北東側に位置する東八賀妻山、東小富士、浄土平と福島市街地を結んでいる。秋元子の湖畔から、秋元湖を望む場所は限られるが、この道が秋元湖の最も近い場所を通過している。秋元子と小野川湖の中間地点にある中津川渓谷は、橋の脇の駐車場があり、渓谷日を望む、紅葉の名所になっている。 秋元湖の北西側の山の両線に沿った道路から、秋元湖や磐梯山を遠望することができ、両風峠で小野川湖を中心とした絶景を見ることができる。稲わしろ町横向き、付近、磐梯あずマスカイライン区間は、あずま山の山肌を縫うように通る。ありがとうございます。